どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、アタッカーのティアリスト最新版になっています。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。前回ね、各ポジションのティアリスト投稿してから1ヶ月半ぐらい経ちまして、カードもね、たくさん登場してきましたし、アップデートも来たっていうところで、このタイミングかなと思って1回動画を作成しております。12月3日に登場したワールドカップストーリーズも含めてね、評価をしていきたいなと思っております。このね1ヶ月でかなりカードの数が増えましたんで、今回このティアリストを作りにあたって2点変更を行っています。まず1つ目なんですが、ランク設定を SS ランクから C ランクまでの5段階に設定をしていまして、 D ランク以下は紹介しないという形式を取ります。まあ理由としてはね、わざわざ D ランク以下の選手使うことないよねっていうところで、まあ個人的に今更まあ使うことはそんなにないよねっていうところのカードは紹介から省いています。で、結果的にね、150名近くを今回評価していくという形になります。もう一点です。今回 SS ランクから C ランクまでの5段階に振り分けていくんですけど、個別で紹介をするのは S ランク以上だけで、A ランクから C ランクまでは一覧でね、紹介をしていくという形にしたいと思っています。理由としては、やっぱりね、人数がたくさんいますんで、個別で紹介すると、めちゃめちゃ時間がかかるっていうところと、あと結局、知りたいのは、今何が強いのかっていうところだと思っていますんで、今回はね、実験的に S ランク以上だけを紹介していくという形にしていきたいと思っています。もちろんね、皆さんからの反応をもとに、やっぱり S じゃなくて A 以上にしようかなとか、すべて紹介した方がいいのかなとか、それぞれまた考えていきたいと思っていますんで、コメント欄とかで教えていただければと思いますが、今回紹介していくフォワードとかミッドフィルダーディフェンダーのティアリストについては、 S ランク以上のみを紹介していくという形式でやっていきたいと思っています。では早速始めていきたいと思います。まず C ランクからですね。まあもちろんね、 D ランクを省いていますんで、全くもって使えないっていうレベルではないんですけど、僕自身がスカットを組むっていう風になった時に、これらのカードはまあそこまで優先度は高くないかなっていうカードになっています。次に B ランクです。この辺りのカードはまあ全然悪くないと思うんですけど、基準としては自分がもし持っていたらスカットにね、空きがあった時にそのカード入れてもいいかなと思うけど、わざわざまあ勝ってまで入れることはそんなにないかなっていうレベルのカードかなとは思います。まあもちろんね、弱くはないですし、対戦相手が使ってる姿もまあたびたび見かけますけど、まあ何かね、このカードをめちゃめちゃ採用する理由はそんなにないかなというような感じですね。まあとはいえ、ブキャナンとかサイモンとかこのあたりのね、ペースがめちゃめちゃ高くて、なんか決定力もそれなりになるカードっていうのはサブでめちゃめちゃ見かけますし、まあ需要は高いカードたちかなとは思います。あとはまあこのアップグレードされたワンツーウォッチのカードとかね、まあそれなりに活躍するレベルになってるかなと思いますんで、特にリシャルリソンとかね、結構楽しみかなと思いますね。で、モイズケン、ちょっと悩んだんですけど、まあちょっと冷静さが80っていうのが気になったんで、A ランクでもいいかなと思ったんですけど、B ランクに下げています。あとはクリスチャン・ロナウドかな。まあ、アップデート前はね、加速タイプ長いにしていた影響でやっぱスピードも出ていてって感じだったと思うんですけど、まあ、今回のアップデートで別にスピードが下がったわけではないんですが、他の選手がね、速くなってしまったっていうのもあって、もちろん決定力はあるんで強いけど、まあ優先度は下がったかなっていう印象です。次に A ランクです。まあこのあたりの選手は全然率先して使っちゃっていいんじゃないかなっていうレベルかなと思っていますね。今の環境に合っているカードたちかなと思っています。加速タイプ長いがね、相対的に弱くなったとさっきロナウド紹介した時に話しましたけど、まあハーランドとかジェコとか、あとはルカクみたいなスプリント速度がしっかりあるタイプのフォワードっていうのは、まあ全然今でも強いかなと思っていますし、センターバックちぎってね、進んでいきますんで十分強いかなとは思っています。あとはまあ、アンスパティとか、キューウェルとかね。まあこのあたりでもその、もともとスピードが全然出てなかったけど、アップデートの影響で速くなった選手、で、もともとドリブルが細かいっていう選手については、めちゃめちゃ強化された印象を受けていますんで、非常に高く評価をしているっていう感じです。では、ここからはですね、S ランク個別で発表していきたいと思います。一人目が、ワールドカップ FUT ヒーローのトーマス・ブロリンです。身長176センチ、ワークレート、ハイハイ、スキルが4、下下下3になっています。能力なんですが、この選手はね、攻撃ステータスのバランスがめちゃめちゃ良くて、小回りが効くし、パスもできるし、シュートも打てるということで、まあ、相手するとめちゃめちゃ嫌な選手ですね。何気に守備もあるんで、まあ、しっかりね、捉えてからも取り返すってことができる選手になっていますし、まあ、できる仕事が非常に幅広い、厄介な選手だと思います。次にヒーローのディナターレです。身長170センチ、ワークレート、ハイロー、スキルが勝ち取り4になっています。ストライカーで左ウィングできるカードですね。能力なんですが、まあ間違いなく強いと思います。ハンターつけてしまえば、
まあもうほぼ完璧なストライカーで、特性も高精度、華麗な身の暮らし、アウトカーブと完璧。まあ何も突っ込むところはないカードなんじゃないかなとは思います。リアクション冷静さもね、90近いというところもポイント高いかなと思いますんで、文句なしの S ランクかと思うんですけど、僕まだ1回も見たことないです。次にワンズトゥーウォッチのハーランドです。身長195センチ、ワークレート、ハイミド、スキル、逆足がともに3になっています。能力なんですが、まあ A ランクにおいたハーランドに比べて一回り上がっているっていうところで、加速スプリント速度、まあ、フォークにすればスプリント速度カンスト、まあ、これはもともとそうなんですけど、それ以外の能力も一回り上がっているっていうところで、間違いなくパワーは増しているかなと思います。センターフォワードとして使うなら、まあいろんなカードいると思うんですけど、全然ハーランドもね、この最強の一角のうちの1枚になってるんじゃないかなと思いますんで、個人的には使ってるんですけど、おすすめできるカードだと思います。次にワールドカップ FUT ヒーローのロビー・キーンです。身長175センチ、ワークレート、ハイミド、スキルが4、逆足が5になっています。能力なんですが、もう完全に攻撃に特化したほぼパーフェクトなストライカーと言っていいんじゃないかなと思います。やっぱり逆足が5っていうのがめちゃめちゃでかいですね。でハンターにしたらペースとシュートがほぼ完走するってところに加えて、このドリブルの能力値ってところでめちゃめちゃ扱いやすいカードになっています。今の環境なんでね、まあしっかり R スティック、ドリブル押し込めば、ぶち抜いてそのままシュートを打つこともできる選手になっていますし、得点量産できると思います。80万はねやっぱり高いとは思うんですけど、作ってよかったなって思ってます。次にワンズトゥーウォッチのマネです。身長174センチ、ワークレート、ハイミド、スキル、逆足ともに4になっています。能力なんですが、まあ元々のね、金カードに比べて二回り強くなっていますということで、ほぼパーフェクトなストライカーと言っていいんじゃないかなと思います。非常にやっぱ攻撃ポジションも上がっていますんで、扱いやすいカードですし、パスもできると、ドリブルもできるということで、持っていたらスカットに入れたいこと間違いなしかなと思います。次にロードトゥーさんノックアウトのメッシです。身長169センチ、ワークレート、ロースキル、がしても4になっています。能力なんですが、金カードから比べてね、レートがプラス3されているということで、冷静さはカンスト、もうとんでもないカードになっているかなと思います。まあ、スプリント速度がね、90乗っていれば SS ランクだったと思うんですけど、まあそうなるとね、もう誰かわからなくなってくるんで、まあ今のままでいいかなとは思うんですが、間違いなくグレードアップしていますんで、超優秀だと思います。これは S ランクでいいと思います。次にフラッシュバックメッシです。個人的にはこちらもね、S ランクになると思っています。身長169センチ、ワークレート、ミドミド、スキル、クラッシュも4になっています。能力なんですが、もともとのね、金とか月間最優秀とかのメッシに比べると、ペースが高い代わりにシュート、パス、ドリブルが下がったという感じの能力になっています。まあ、とはいえね、ドリブル能力はアジリティ98、バランス97、なおかつドリブル91で、身長も低いんでね、めちゃめちゃ小回り効いて非常に強いと思いますし、視野も91ありますんで、スルーパスはしっかり通せるってところも、非常に強いと思っています。決定力はね、若干寂しいんですけど、まあ、小回りが効くんで、自分でね、まあ、利き足で打つって場面作りやすいですし、高精度シュートもアウトカーブ持っていますんで、案外ね、貢献度は高い印象です。僕これ 4-2-3-1 の右で使ってるんですけど、28試合19ゴール9アシストということで、まあ、非常に立派な数字になっていると思いますんで、非常にお勧めできるカードだと思います。このカードは S ランクでいいと思います。次にネイマールです。身長175センチ、ワークレート、ハイミド、スキル、逆足ともに5になっています。能力なんですが、まあめちゃめちゃ優秀だと思います。しっかりドリブルできますし、シュートも打てるし、パスもできるということで、まあ個人的には金のメッシ、月間のメッシに比べるとネイマールの優先度が圧倒的に高いかなと思っています。やっぱりスプリント速度87っていうのはめちゃめちゃでかいですね。まあボール持った時に何度もできるカードになっていると思います。逆足もね、スキルも5なんで文句なしだと思います。ただまあめちゃめちゃ悩んだんですけど、やっぱり SS ランクではないかなと、圧倒的に違いを作れるカードではないかなというところで S ランクに留めたいと思います。次に栄光への道のエンクンクです。身長175センチ、ワークレート、ハイミド、スキルが5、怪我しか3になっています。能力なんですが、ストライカーから CM までね、幅広く活躍させられるカードだと思っています。ハンターつければペースと決定力ほぼカンストしますし、視野が89ありますんで、トップシャルもねそのまま使えますし、あとはね守備しっかり上げてれば、まあ 4-2-3-1 の2ボラぐらいまではいけるんじゃないかなと思うんですけど、非常に役割が幅広く持てる強いカードだと思います。次に時代の終わりリベリです。身長170センチ、ワークレート、ハイミド、スキル、結果足ともに5になっています。能力なんですが、先ほど紹介したネイマールのドリブルをちょっと下げてシュートを上げたっていう感じかなと思います。まあドリブルはね全体的に90ありますんで、使用感は全然悪くないです。むしろ
やっぱ身長170センチでスキルが5なんで、まあ小回り利かせて、どっちの足でもシュートが打てるような形をすぐ作れるっていうのは、非常にいいところなんじゃないかなと思っています。まあリベリとネイマールどっちにするかって考えた時には、まあリーグ的にね、まあネイマールの優先度が上がるかなとは思っているんですけど、このリベリも全然使えるカードなんじゃないかなとは思ってます。次にアウトオブポジションと TOTW のサラーですね。身長175センチ、ワークレート、ハイミド、スキルが4、逆足が3になっています。まあ変わってんのがね、このヘディング周りだけなんで、まあそこまで気にしなくていいかなと思っています。もともとの金カードが A ランクなんで、ここからね、2回り強くなっている、この92のカードは S ランクが妥当かなと思います。次にワールドカップ FUT ヒーローのスモライクです。身長171センチ、ワークレート、ハイミド、スキルが3、逆足4になっています。能力なんですが、このカードは多分レート88じゃないよねと言えるような能力になっているかなというところで、まあこのペースシュート、あとドリブルですね、アジリティ92、バランス99、ドリブル93、あとはね、身長171センチなんですけど、フィジカルが86あるというところで、まあ多分なかなか潰されず、しかも小回り効いて、すぐかわせて、決定力94でシュートを打つことができるカードなんじゃないかなと思っています。まあ価格がね、50万超えているってところからも分かる通り、まあめちゃめちゃ強いと思いますんで、これも S ランクでいいと思います。次に、ロードトゥーザワールドカップのソン・フンミンです。身長183センチ、ワークレート、ハイミド、スキルが4、逆足が5になっています。能力なんですが、見ての通り非常に数値のバランスがいいストライカーになっているかなと思います。まあヘディング71っていうのが若干残念ではあるんですけど、それ以外のね、決定力方面、まあスプリント速度もそうですし、あとはリアクション、冷静さも含めて非常に優秀なカードだと思います。まあ持っていたら間違いなく使いたいカードだと思います。ちょっとね、組み合わせが難しいんですけど、まあペリシッチとかね、合わせて使う形になるんじゃないかなと思ってます。次に栄光への道のヴィニシウスです。身長176センチ、ワークレート、ハイミド、スキルが5、逆足が4になっています。能力なんですが、元々のヴィニシウスに比べて決定力が5近く上がっているっていうところで、間違いなくストライカーとして優秀だと思います。ペースがね、97まで上がっていますんで、まあこっちにケミスタ振らずにフィニッシャーとかにしてもいいかなと思いますし、視野の能力若干気になるのでパス上げてもいいかなと思うんですけど、まあこれだけ足が速くてドリブルしやすくて、なんかつけてる力が高ければ、まあそら強いよねって話になるんじゃないかなと思います。S ランク最後がワールドカップ FUT ヒーローのルディ・フェラーです。身長180センチ、ワークレート、ハイミド、スキルが3、逆足が4になっています。能力なんですが、元々のね、ベースのルディ・フェラーしか僕使っていないんですけど、その時点でね、めちゃめちゃ使いやすくて、ポジショニングもめちゃめちゃいいし、シュートを押し込むってことを頻繁にしてくれるカードでしたっていうところで、まあそれよりもね、レートがプラスにされているワールドカップ FUT のルディ・フェラーは間違いないでしょうという感じになっています。決定力、シュート力、リアクション、まあこのあたりの数値もね、90代後半ということで、今登場しているストライカー陣の中では圧倒的だと思いますし、使用率もね、めちゃめちゃ上がっているカードなんで、間違いなく強いと思います。では、ここからは最強 SS ランク発表していきたいと思います。まず1人目がジノラです。身長186センチ、ワークレート、ハイミド、スキル激足ともに5になっていまして、左のウィングトップ下、あとストライカーもできるカードになっています。能力なんですが、もう見ての通りっていう感じですね。欠点がないと思います。まあ、強いて言うなら、攻撃ポジションが84ということぐらいなんですが、まあ、このカードがね、ボールを預かった時にできる仕事が他のカードに比べても圧倒的に多いっていうところで、誰が使っても強いと感じられる最強カードだと思います。身長がしっかり186センチありつつも、このペース、シュート、パス、ドリブル、まあ、両立していまして、フィジカルも85ですと。まあ、受けた瞬間にスクープターンして前向いてっていうのもできますし、振り向いて逆足でゴール取るっていうのもできますし、ドリブルでの突破もできるっていうところで、間違いなく現時点での最強カードの1枚だと思います。これは SS ランクだと思います。SS ランク2枚目がエンバペです。ワールドカップへの道から金までの全て、これ SS ランクでいいと思います。このカードはね、他のカードとは格が違うと思いますね。金のカードの時点でも、最強カードだと思うんですけど、まあ、ここまでいったらね、もう言うことなしという感じですね。身長182センチ、ワークレート、ハイロー、スキルが5、確か4になっています。ストライカーとあと左ウィングできるカードですね。能力なんですが、ペースがほぼカンスト、シュートとドリブルも95近いということで、間違いなく、まあ前に進むだけで点が取れる。なおかつ相手は触れないというね、まあ実際の、まあ、エンバペと同じですけど、最強格の選手だと思います。金のカードの時点でね、決定力93、リアクション93、で、ペースも97ありますしっていうところで、もう手がつけられない存在になっていると思います。来月ね、
まあ、年が明けて1月末に TOTY が来ると思うんですけど、多分このエンバペも選ばれるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあどうなるんだろうなという感じですね。それぐらい現時点でも圧倒的なカードですし、年内はねこのエンバペ持ってれば全然なんとかなるんじゃないかなと思ってます。ということで SS ランクはこの2人ではなくてですね、最後にもう1人います。ワールドカップ FUT ヒーローのアルオワイランですね。まあこいつなんでアルオワイラン紹介してなかったんだと思われる方もいたと思うんですけど、 SS ランクに置いているからっていう話ですね。まさかねこのカードがこの時期になってもというか、ここまで強いと思ってなかったっていうのが、まあ、現状なんですが、それぐらい圧倒的に強いんで、スキル逆足ともに4なんですけど SS ランクに置こうと思っています。身長184センチワークレートハイミドスキル逆足ともに4で、トップ下右のウィングストライカーもできるカードですね。能力なんですがペースがもともと完走していますとっていうところに加えて、決定力89、あとはドリブル94というところで、まあ、圧倒的に抜け出しがしやすくて、そこはねシュートも打てますっていうカードになっています。まあ、よくね UT やっていると、もともとペースがね完走していなくてキミスターを振って完走したっていうカードと、もともと完走してるカードではなんか使用感が違うなって思うことが結構あると思うんですけど、まあ、このカードはそれの極みだなっていうところで、圧倒的に他のカードに比べて足が速いですし、なおかつやっぱドリブルが上手いんで全然取れない、シュートもめっちゃ入るっていうところで、まあこのサウジアラビアリーグなんですけど今でもなお70万してるっていうところからも強さが伺えるんじゃないかなと思っています。僕も正直、まあ、使ってねめっちゃ強いなって思ってたんですけど、まあペース完走したらみんなこんなもんなんちゃうかなって思っていたんですが、やっぱ他のカードを使うとこのカードの異常さが改めて感じられてっていうところで、このカードは SS ランクに置いちゃっていいんじゃないかなって思っています。ということで個人的なアタッカーのティアリストこんな感じになりました。ぜひ参考になれば幸いです。やっぱり、最近ね上手い人が使っているのはこのアルオワイラン、ジノラ、エンバペ、この3枚なんじゃないかなと思っていまして、これに加えてねネイマールとかあとはサラーとかが入ってくるようなイメージかなと思います。この1ヶ月でねいろんなカードが登場しましたし、あとはイベントも来たっていうところで、まあ、いわゆるね普通にスカットに入る A ランク以上のカードっていうのは増えた印象なんですけど、それでもやっぱりこの SS ランクと S ランクの間には大きな隔たりがあるのかなっていう印象で、心当たりのカードを持っているのか持っていないかでは、まあ勝ちやすさが全然違うなっていう感想があります。まあ、とはいえね、ペースが高ければある程度働けるっていうようなカードもまあ増えている環境になっていますし、スカットの多様性自体はね増えていますんで、おのおのね好きなカードを使っていくのがいいんじゃないかなと思っております。今後もヒファ関連の解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っております。配信は Twitch の方で基本的にやっていますんで、興味があればね見に来ていただけると嬉しいなと思っております。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。